Hello. You are listening to After 5 English YouTube blog. Hello and welcome back to After 5 English YouTube blog. My name is Kumiko. こんにちは、After 5 English の Kumiko です。今日もよろしくお願いいたします。So Vancouver is not fully equipped for a big amount of snow because we're not used to it. We don't get snows unlike any other Canadian cities.So when there's snow, the greater Vancouver area becomes a bit chaotic, like shutting down the transport system or the road shut down. Now we're expecting an even more severe temperature drop tomorrow and Thursday or Friday, which I'm kind of dreaded because I get an allergic reaction when there's a sudden drop of temperature. ここまで寒いのは多分久しぶりかもしれません。私の職場にもヒーターが壊れていて、今朝職場に入った時に14度って見た時にいやってなりました。缶ヒーターを借りてその日一日やり過ごしたんですけど、でも結局コートを着ながら授業をせざるを得なかった一日でございます。今は家の中で暖かく過ごせてるんですけれども、ちょっと明日職場に行ってヒーター治ってないのかなって思うとちょっと憂鬱だったりします。というわけで今日は日本語でも使われるこれはショックだよねとか、ショックを受けた、ショッキングだって言いたい時の英語の表現の仕方を解説させてもらいたいなと思います。これはプライベートレッスンを受けていただいている生徒さんからの質問だったりもしたんですけれども、きっと役に立つだろうなと思ってちょっと自ら推薦させていただきますね。まずショックの発音なんですけれども、ショック通じません。でもショックだったらまあ通じるだろう。そしてもっとしっかり発音したいんであれば、ショックよとやの間のやで顎をクッと落とす、シャシャ、おでもあでもなく、ああ、上と下の前歯に指一本ポンってこうちょっと入れても余裕がある感じのやで、ショック、ショッキング、ショックド、こんな感じで発音します。ショックドもしくはショッキングっていう風に発音されることが多いでしょう。名詞だったら It's a shockって言って大事だわとかいうこともあります。日本語の訳をちょっと度外視して自分がショックな状態を感じているだったら I am shocked で、 could ではなくて shocked の音になります。例えば何かニュースを見た時に本当にショックを受けちゃったんだよねだったら I am shocked だったりとか、 I am in a shock、 この場合はあっていう冠詞がつくのでショックっていう名詞になります。 in a shockI am in a shock. もしくは I am shocked. The news made me feel shocked. とか The news made me be in a shock. という感じでショックを感じている、ショックな状態を受けているときは ED を使ってください。そしてショックなものを見てしまったりとか、例えばそのニュース自体がショックをあなたに与えてたとしたら、受けたんじゃなくてこうニュースがそうやって発信してるんだったら The newsWas shocking とか I just watched a shocking news I just watched something shocking っていう風にショッキングを使ってください。発信するものは ING、 受け取るもの、感情として受け取るものは ED、 これは例えば surprising と surprised、 annoying、 annoyed と同じような要領です。そしてショックを受けたって時にI am shocking は言わないでくださいね。それっていうのは私がショッキングな人ですって言ってるような感じなので、え What do you mean you're shocking? What did you do? っていう風になってしまいます。ちなみに例えば緊急事態が起きて誰かが大量出血をしたとします。引きつけを起こしているとかショック状態を起こしているだったら She is in a shock もしくは He is in a shock っていう風にして Be in a shock、 これも実は緊急現場だったり医療現場で使われることがあります。So, when you want to express your feeling, you say, I am shocked. When you see something that made you feel shocked, you say, this is shocking. Try using them whenever you can. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.